マリコさん、これ温まるから。まだやるべきことが残っているもの。私はこの世界に来てからいろんな人に力を貸してもらったわ。だからその人たちの力になりたい。私にできるだけのことはしたいの。このまま帰ってしまうの？たくみさんを探しに行くんでしょ？誰がたくみさんを助けるの？たくみさん、きっと心細い思いをしているはずよ。たった一人であなたの助けを待っているのよ。
聖地の村に戻って長老様に話を聞いてみましょう。鏡のことも何か知っているかもしれないわ。大丈夫、きっと助かる方法があるはずよ。長老様、その異世界とここの世界を再びつなぐ方法はないのですか？
まり時間もないし、とにかくそこに行ってみるしかなさそうね。アキコが行くって言うんなら、俺は別にそれでいいけどよ。行き先は巫女が決めることだ。俺もそれでいい。わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。1週間あれば目的地にはたどり着けるわ。大丈夫、きっとなんとかなるから。何やってんだ。置いてかれたいのか。どうしてって、これくらい普通だろ。お前、体弱いのか。
グズグズしてたらあっという間に日が暮れちまうぜ。お前どんな暮らししてたんだ。いくらなんでも疲れんの早すぎだろう。しょうがねえ、この先に泉があるみたいだからそこで休憩するか。もう知らねえぞ、勝手にしろ。俺は先に行ってるからな。俺も先に行く。ついてこなかったら置いてっからな。お前のために急いでいるんだがな。少しだけ頑張りましょう。あとちょっとだから。少し先で待ってるわね。なんだ、結構元気じゃねえか。後で滝子がうるせえからな。ま、元気そうだし、大丈夫だな。もうあんまり足引っ張んなよ。ただでさえ寄り道なんだから。へ、分かってるんじゃねえか。頑張っても今の調子じゃわかんねえけど。
泣いてんのか。とにかく一緒に行ってやるって言ってんだから足だけは引っ張るなよ。ブルキー。マリコさん大丈夫？ブルキに何かひどいことでも言われたの？手にしろ。大丈夫？一体何を言われたの？なんだか嫌な感じだな。待ち伏せか。クトー国の奴らか。今度は巫女の命をもらいに来ました。相手をしていただきますよ。殺しに来てあげたよ。くそ、てめえらしつこいんだよ。やはり七星矢相手に正面からでは無理ですか。
ここは一旦引きましょう。目的は十分果たしました。すっぽまいて逃げんのかよ。いつでも相手してやるぜ。お前、生意気だよ。シギ様、こいつここで殺しちゃってもいいでしょ。シュラ、言うことが聞けないのですか。はい、すみません、シギ様。